しようか、ね、ちょっとアップにしようか。肉球がですね、ちょっとこの時期本当はやっぱ乾燥してひび割れたりとかしてきますので、うちではねケアとしてお散歩の後にですね、まあ、足の裏についた土とか汚れを、まあ、きれいに拭き取って、ドライヤーでね湿気をしっかり取ってから、犬用のクリームを塗っています。アロマクリームですね。今ちょっともう塗っちゃったんですけど、もうちょっと塗ってみようか。まあまあもうこんな感じのやつで、まあ、伸ばして全体的に、ごめんこう全体的につけていくんですが、まあお家はですね結構ひび割れてくるのが、このなんていうの、このやっぱ端っこの方からなんですよね。この一つ一つの肉球の縁の方からこうひび割れてくる感じ、真ん中とかじゃなくって、なのでね、この端っこの方もこうなるべくこう丁寧にこう塗り塗り、マッサージも兼ねてですね、優しくもみもみするような感じで、塗っております。やっぱりねお散歩の後この時期ね肉球冷えてますので、こうやって、まあ、クリームがねしっかり浸透するようにこう温めてあげるとお子さんも気持ちいいようです。うとうとして気持ちいいね。ドライヤーも終わって、クリーム塗るのも終わったら、まあ、4つの足をですねこうやって温めてあげています。あら、じわじわぬくもったら、もうお散歩の疲れもあっていつもこんな感じ、うとうとしてしまいます。眠たいね、眠たいのココさんも眠そうですが、今からご飯やでご飯わあ、ご飯だ急げという感じです。はい、もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。